はい、こんにちは、竹原です。2020年の近畿大学の英語の公表を、していこうと思います。で、今年の近大なんですが、結論から言うと簡単でした。はい、2017年から19年ぐらいまでね、難易度を徐々に上げてきたので、今年ね、難しくなるんじゃないかなってまた思ってたんですけど、まあ蓋開けてみたら、まあ至って基本的な問題が多かったんですね。まあですから、今年ね、近大合格した学生はいかに基礎ができているか、まあその量によって、まあ合否が決まったんじゃないかなというふうに思っています。で、ちょっとね、具体的にいきましょう。近大はね、どんな問題を出すかなんですが、近代文法を出しますね。で、あと、長文が出ます。まあ各大学、まあ大抵この2つを出すじゃないですか。で、まあ大学によって比重が違うんですけど、これ近代は何対何か分かりますか？で、結論からね、言うよ。近代はね、文法系の問題が6割型、そして、長文系が4割以下なんですよ。だから、もう圧倒的に文法の勉強ができているかで決まります。で、今までは、文法はね、ややなん。そして、長文は普通。まあ、ややなんというのは、これは学生が参考書で勉強しても解けるもんではなかったってことね。で、まあ、この長文の普通というのは、まあ、センターに比べたらレベルが低いと。普通に読んどけば答えが出るって感じなんですね。で、まあこう考えたら、まあ近代って大抵このね、文法の勉強にほとんど力を量的にも質的にも入れるべきだよね。ですから、これから近代受ける方はまず文法の勉強をしっかりしましょう。はい。で、まあ後で問題やるときにどんな、ね、文法をやればいいかは説明しますが、まあとりあえずまずは文法でほとんど点数が決まります。で、まあそれだけでじゃあ合格するかというと、まあ昔はそうだったんだけどね。今の学生はちゃんと長文も取り切るってとこまでやってない子が多くて、きちんと最後は長文まで対策をしましょう。ですから文法関連から勉強し、そして最後には長文を詰めていくという、まあごく一般的な流れなんですが、まあそれを徹底することによって、確実に点数が出ます。はい。で、ちなみに今年2020はこのいわゆる文法がややなんではなくて、まあ普通だったんですよ。で、長文に関してはやや簡単だったんですね。だからこの難易度がぐって両方とも下がったので、まあ確実に点数を取っていかないと合格しません。はい。ですから皆さんは100点満点という中で、まあ点数をいかにね取るかではなくて、落とさないかっていうところまで対策をしておかないと、まあ合否がねちょっと厳しかったんじゃないかなと思いますね。で、今日実際、じゃあ皆さんにお伝えするのは、まあこの近代、まあ文法の割合が多くて、まあ難しいんですけど、実際ね、どういう、点でむずいか、まあ要は、どういうとこ注意しなあかんか、これちょっと近代、対策として、実際ね、今後の参考になればいいかなと思いますから、実際問題やってみましょう。はい、じゃあ1題目いきましょう。これ近代の最近のね形式なんですが、長いの分かります？問題文を長くすることで、まあ、難易度を高く見せているって話ね。で、まあ近代の文法はこの見た目と実際、まあ、中身というかね、難しそうに見えるんだけど実は解くのが簡単だよっていう形式だから、まあ、そこはねビビらないでくださいね。で、まずね、近代の文法で一番大事なことはこれね、文構造を取る。これ全ての問題で文構造を取ってください。まあなぜならば文構造が取れてるかっていうのをポイントにする問題が多いんですよ。いいですか？だから4択の参考書に文構造を取って答えを出すって問題はあまりないの分かる？時制で解きましょうとか仮定法のポイントを抑えましょうみたいな単元別で聞くことは、まあ参考書は多いし、まあそれも近代は出しますよ。ですが一番根底にあってよく出してくるのは文構造を君たちは取る力、これを4択文法で試してくるんです。ですからそれが取れれば解けますね。じゃあちょっとね、これ見てください。これ動詞関連だよね。自動詞ですか他動詞ですか？動詞には自動詞他動詞で2つありますが、これどっちでしょう？なんかこれ見た感じ後ろにね目的語みたいな並んでそうでしょ。だから他動詞かとね、レイレイドレイドっていうね、ポイントを探してみてないじゃんというふうに思っちゃうんですけど、とりあえずね、
これね、文構造をしっかりと取れば答えが出ますから、まずこれいきましょう。 Far away で、 Across the ocean、 Dominated は過去分詞で By pirates。 まずここまでが一つの文構造だと取れる力をつけてほしいんですね。海賊によって支配されていた海を越えた、まあ、遥か彼方に、まあ、このように副詞とか前置詞プラス名詞とか、これは過去分詞だから前にかかってっていうルールを一つ一つ学習してください。じゃあここの塊が全体就職語というふうになります。文は S から始まるとは限りませんよ。なんならこのように場所とか時みたいな就職語から始まることが多いんですよ。でこの空所の部分に何を入れるかってなったら、まあここ明らか動詞を入れないと後ろに動詞続くものがないですね。はい。でこの The Treasure っていうのは動詞の後ろに来てるから、本来は目的語 O というふうに取りたいんですが、それでは問題がありますよね。文というのは SV というものを必ず、まあ原則的に命令文とか除いて、文は S と V の両方を含まないといけません。だからここを O だと取ってしまったら主語がなくなるので、実はこいつが S なんです。このように場所から始まる語句が来て、動詞 S という統治が狙われていたんですよ。そして後ろ、この The Islanders fought so bravely to keep safe、 これが前のトレジャーにかかる関係代名詞の省略ってポイントね。今この構造におけるポイントはちょっとね細かすぎて飛ばしてますが、まずこのように、はい、MVS、 ここにはだから自動詞が入るぞというのがポイント。はい、見ていきましょう。これ動詞じゃないですね。そしてレイン、これ過去分詞形だから動詞じゃないよね。でライト、ライズ、これの違いは三人称の S がないかあるか、これは主語が単数形か複数形かで決まるので、今回主語のトレジャーは単数形だから答えは3番ということね。ですからきちんと構造をとって、あ、 S と V の関係見たらこれしか答えないじゃんというふうに考えることができたら答えは出ます。まあ選択肢にね、今回ちょっとね、簡単だって言ったのはこれ全部自動詞なんですよね。ライレイレイン言ったでしょ、このライレイレイン、これはね、横たわるとかみたいな自動詞でしょ。これ自動詞しか選択肢になかったから今回簡単なんですが、ここにレイ、レイド、レイド、これは置くとか横たえるって他動詞だよね。これが入ってたらさらに難易度が上がったんですが、そこまではしなかったということなんで、まあこれは確実に文構造を取って解くということができたんじゃないかなっていうのが1題目でした。はい、じゃあ2つ目ですね。今回は問題文が短いからこれ簡単そうに見えますよね。まあ長いか短いかって見た目の問題じゃないんですよ。先ほど1点目で教えた文構造が取れてるか、これを守ってください。じゃあね、これね何も考えなかったら、1番とか2番とかかな、まあ多分この文だと、まあ、1、2っていうのをなんとなく入れてしまうと、そういうことを狙ってんじゃありません。あくまでも何が狙われてるかっていうのを分かっとかないとダメなんですが、まず文構造ね。これ The Sun っていうのを名詞なので主語にしたいところですが、これよく見るとこのコンマまでが1個の副詞の塊じゃないと文構造成立しないの分かりますか。なぜならば The Farm Workers、これ後ろ S が来ていて Continued Working、 これ直後に主節の SVO が来ているから、じゃあこの一番初めの部分は M という就職語の塊じゃないとダメなんですね。いいですか。文の初めからピリオドがつく終わりまでをね、しっかり見て文構造を取ってください。結構焦って前半だけ見ると間違う近代の問題はかなり多いです。まあこれは完全に近代側からのメッセージで、ちゃんと初めから終わりまで読めやってことね。ですから文の途中で終わるんじゃなくて SVO と来ているから、はい、今回狙われてるのは明らかに文頭に来た副詞の塊なんだよね。いいですか。じゃあ見ていきましょう。 Had not set、 これは構造で言うと
V になっちゃうからダメ。Has not set。 これも構造で言うと V になっちゃうからダメですね。もう瞬殺できます。はい、そして3番と4番、これどちらを文頭に置けば副詞の塊を作るか。これ ING、 これ ING をまあ副詞の位置に置くといわゆる分子構文という形になりますね。そして4番は not to have set とありますが、これ、まあ、ここに to の塊入れちゃうと、まあ、前にかかるとかみたいになって、これ副詞の塊は作りません。で今回結論はこの3番の方でこいつを入れた場合、はい、この the sun が意味上の仕事をして働いて、ここが分子構文と、太陽がまだ沈んでなかったのでという感じで訳します。太陽がまだ沈んでなかったから、この農業のね、農家の人たちは働き続けたんだということですね。はい、ですからこの問題はまずは文構造をちゃんと取れたか、そして分子構文のポイントね、これ今詳しくは言ってませんが、各単元のポイントを正しく履修してるか、それさえやっておけば答えは一択しかなかったっていう形式なんですね。